おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは紫ラッキーナンバーは6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。カップの王の正位置が出ました。悠然と物事をこなす。年上男性のような包容力や、ユーモアのあふれる男性を表し、深い愛情と優しさを併せ持つ人を表しています。愛を大事にする人でもあり、恋愛では相手を優先して考えることや、相手を喜ばせることを率先して考えています。努力が正当に評価されたり、栄養を賜る兆しです。経験が実を結び、自己実現が可能になるでしょう。心に余裕を持ち、懸命に物事に対処できる時です。器の大きさを生かし、他人に正しい支援を行っていきます。なかなか賛同を得られなかったことも、この時期の終わりには、周囲からの協力が得られるはずです。経済的な自立や独立など、夢に書いてきたことが叶う暗示です。リーダー的存在を象徴し、責任感が強く愛情深い性格で、名誉や成功を得ることを示しています。また、深い愛情と自信を兼ね備えた人物を表しています。求めていた理想のパートナーや、経済力のある伴侶と巡り合うチャンスが訪れるでしょう。すべてが良い方向へと向かっている時です。その道の有力者や才能のある相手から認められたり、ビッグチャンスが現れる兆しです。幸運をしっかりと受け止めてください。カップの王の正位置の意味は安心感に包まれる、家族のような愛おしさ。センスや好みがぴったりと合う、自己実現、自分の弱さを受け入れる、現実を見極める。2枚目めくっていきます。カップの3の正位置が出ました。日常的なお祝い事などの喜びや、友達との楽しい時間を過ごす。あなた様を発展させる人との出会いを表します。新しい方法やグループ、友達を受け入れ、多くの学びを手に入れましょう。そしてその学びは周りの協力があってのことだと忘れないように、感謝の気持ちを表現していくことが大切です。その学びを大切な人たちと分かち合ってください。ますますのサポートが得られたり、一人では成し遂げられない成功を手にすることができます。再会やお祝いを意味します。あなた様に人生の幸せな出来事がやってきて、その重要な出来事を祝うために仲のいい人々が集まります。以前関係があった誰かがあなた様の元に戻ってくることもあります。お互いのことを理解して楽しい時期を送れます。問題になるようなことも発生せず、楽しみだけで満たされるはずです。どのような関係の人とも関係の発展が期待できます。楽しみがたくさん増えるでしょう。多くの人に会うことで金銭的な利益を得ることになります。ただし金運が良いからといってあちこちでお祝いをしていると、むしろ支出が多くなってきます。その点には注意しなければなりません。カップの3の正位置の意味は発展的、関係が前進する、愛が深まる、回復。
癒し系、豊かさ、心が晴れやかになる恋愛、プロジェクトの成功、契約が成立する、お祝い。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。